江戸小話、赤貝。赤貝を買って水に入れておくと、赤貝が気持ちよさそうにパックリ口を開けた。それを見て亭主は何を思ったか人差し指をちょいと入れた。すると赤貝が腹を立ててさっと口を閉めたので、指が挟まりどうしても抜けない。そのうちに指が腫れてきてすごく痛み出した。そこで急いで医者を呼ぶと、医者が真顔で言った。まだ指でよかったですなぁ。